はい、皆様本日はお越しいただきましてありがとうございます。ブルーバードで、主演を演じさせていただきました佐野亮です。なんか若干ライブ会場っぽいですねそんな感じしますね。声が出てきて、はい、皆様今日は朝から、見ていただいてありがとうございます。後ほど映画の話はさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。佐野です。もう佐野くん越しに挨拶できるっていうのはすごく嬉しいです。ジュジュトリン以上です。二人で歩夢を演じさせていただきました白浜蘭です。本日は、各作品の裏話など、短い時間ではありますがお話できればなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。二人を監督しました山下信弘です。コロナ禍で撮影した、映画だったんですけど、ようやくこうやって、公開できて嬉しいです。今日はよろしくお願いします。皆さん本日は、お集まりくださりありがとうございます。水野奈美幸男役を演じさせていただきました小森隼人です。ちょっと緊張しいな、監督と主演2人が今日は立ってるんですけども、最後まで楽しんでいきたいなと思いますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。緊張しいのすいません、巻き込んじゃって申し訳ないです。監督させていただいた久保です。よろしくお願いします。はい、怪談満月浜栗坂で凌介演じさせていただきました中塚です。今日は最後までよろしくお願いします。ありがとうございます。怪談満月浜栗坂を監督しました森吉貴と申します。2年ぶりに、2年前に撮ったものなんですけれども、久しぶりに先ほど中塚君の顔を楽屋で見てとても嬉しい気持ちになりました。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。はい、こんにちは、片寄亮太です。今日は作品の話とかいろいろお話できたらなと思います。よろしくお願いします。はい、コヨーテ監督しましたマリコ哲也と申します。いろいろチャレンジさせてもらった作品なのでお話しするのが楽しみです。よろしくお願いします。関口メンディです。今日はよろしくお願いします。いつも来ている映画館なのでなんかすごく不思議な気持ちになってます。僕いつもだいたいこの列の、通路側に座ってるんで、もしかしたらそこら辺一緒の席だったかもしれません。謎の会話失礼します。だからなんやねんが今日よろしくお願いします。和原龍斗さんお願いいたします。はい、和原龍斗です。今日は僕なんかのためにまたたくさんの方が集まっていますね、本当に嬉しい限りでございます。マスコミの皆さんも冬の訪れを感じるこの肌寒さと、そして週末にはもう嬉しすぎる、この快晴、まさに舞台挨拶日和だなと感じております。ぜひいっぱい写真撮ってください、ね、シャッターっていうのが増えましたもんね。はい、どうもありがとうございます。主演の佐野さん、はい、はい、ちょっぴりドジなお兄さんという役どころだったんですけれども、はい、役柄に共感できるポイントやご自身との共通点はありましたか？一人っ子なんで、兄弟がいないので、まずその弟がいるっていう設定の中で、こうなんか一人っ子だったんですけど、自分がダンスをこう通してなんかお兄ちゃん的な存在みたいな人は周りにいっぱいいたので、なんかその中でもこういろんなタイプの人がいて、で結構そのケンジみたいなこうドジな兄っぽいようななんかそのダンサーの先輩とかが結構自分の周りにはいて、なんかそういう人たちを思い浮かべながら、でもなんか不器用ながらに自分のこと可愛がってくれてたなとか、なんかそういうこととかも結構思い出すようなきっかけになるような役だったかなというふうに思いましたね。はい、一人っ子だったり知らなかったです。一人っ子なんですよ僕実はそうなんですよ。しかも弟っぽい感じでお兄ちゃんを見てた、はい、そのね、そうですね、知らなかったです。実はそうでした。今判明しました。佐野監督に、はい。今でも、はい、すごく大悟くんも、はい、すごく自分にいい意味でこうなんかこう、入り込んでくれるというか、ズケズケ来てくれるってこう、自分はそういうタイプの人の方が接しやすいというかだったので、とても現場も演じやすい環境だったかなというふうに。思います。はい、サブ監督と何かこうお話をなさったりしたことはあったんでしょうか？以前サブ監督とは一度だけヒロさんが食事されてるところに
誘っていただいて、でそこでお会いしたことはあったんですけど、マジで怖い人だと思ってたんで、まあその時はなんか普通に一緒に食事させていただいてって感じだったんですけど、今回現場にがっつり入らせてもらって、なんかいろんな話とかもできて、全然印象がもう本当に180度変わったというか、すごい近い距離で、はい、現場入らせてもらいました。そうですか。監督からご覧になった佐野さんは、すごい真面目で、よかったです。そうですね、なんかね、あれです、缶バッジをね、ブルーバードっていう缶バッジをこう弾くシーンがあって、でそれを美術さんに頼んで3つだけ作ってもらってて、でそれを水割りでやってたんで、落とすと危ないんでちょっと軽く練習してくださいってポンって一発目でチャポンっていっちゃいました。そうだったんですか。貴重な参考、もう気をつけてねって、もうなんか振りなような感じで「分かりました」っつって、本当に気をつけながらやってたんですけど、もう一発目で目の前の池にも行っちゃって、もうあと2つしかないっていう、すごい葉っぱかけられました。ある意味大当たりな感じでしたね。そうだったんですね。はい、どうもありがとうございます。では主演の白浜さんにお話を伺いたいんですけれども、はい、白浜さんはジェネレーションズのリーダーで、今回このシネマファイターズプロジェクトにジェネレーションズ全員で参加すると聞いた時にはどんなお気持ちでしたか？そうですね、ジェネレーションズでもともとお芝居だったり演技してるメンバーがいたので、まあ、そういうまあレオだったりリョウだとかっていうのはその役者としての表情は想像はついたんですけど、あまりそのハヤトとかユータくんとかのなんかその役者としてのあんまり想像がつかないというか、だからすごいワクワクしましたし、なんか実際その出来上がりを見た時に、なんかこういう表情もできるんだとか、演技すごいなみたいなのはすごく感じましたね。じゃあメンバー同士でもかなり刺激を受け合った。そうですね、やっぱりなんか、なんすか、メンディー君の役とかもすごい良かったですし、やっぱり彼憑依型の役者タイプなんで憑依型なんですか？憑依型なんですけど、僕何とか共演したことあって、はい、今もう共演 NG にさせてもらってる。NG 共演食われちゃうんですよ。食われちゃう、メンバー同士でね、はい、怖いから、怖い怖い、食われちゃう、憑依が、そう、食われちゃうんで僕役者として、だからあんまり共演できない。なんかメンディーさんと同じ現場になると、メンディーさんの気持ち待ちですっていう時間があるんですよ。そうそうそう、メンディーの気持ち待ちとね言ってるタイプの。まあでも本当にみんなそれぞれいいお芝居してたなっていうのはすごく感じましたね。そうですよね、しかも全員揃ってっていうところがやっぱりね、ファンの皆さんにとっても魅力的なところですもの、ね。はい、なんかそのグループで全員とかそのまあみんなで一つの作品に出るとかは結構あったりすると思うんですけど、こうやって別々の作品でショートフィルム作るっていうのはすごく面白い取り組みだなっていうのはやっぱ感じましたね。そうですよね。あ、もうなんかこうシナリオ書く前に白浜くんにちょっとこうなんだろうな、ちょっと話すというか取材ってまででもないんですけど、なんかこう世間話をする時間を設けてもらって、なんか僕はなんかこういやらしいというかひねくれてるので、なんかこう白浜くんのこうコンプレックスとかこう裏の顔をこう引き出そうとこう話をしたんですけど、全然出てこないというか、なんか自分が恥ずかしくなってきちゃってでなんかもうだったらもうこの白浜くんのイメージで物語を考えようっていう感じで作りました。はい。あ、そうだったんですね。じゃあ、はい、白浜さん、そうですね、あと結構僕印象的だったのが、衣装合わせとかでそのロケ地が銀座だったじゃないですか。それで銀座で浮く格好にしようみたいなのって結構考えましたよね。考え、そうだね、はい、そうそうそう、あの時はなんか一番なんかこうなんだろう、その辺のコンビニに行くような格好みたいなのを、はい、銀座っぽくない格好を2人でそこをなんか探しながら、はい、衣装合わせしました、うん、はい。じゃあもう撮影の前の準備の段階からお互いに意思の疎通を取りながら、そうですね、いい期間で、はい、あと僕的にすごく歩夢がやっぱり僕の性格とその何て言うんですかね、その明るさが全く違う役ではあったので、なんかそのいつもの普段の感じとかやっぱちゃんと消さなきゃなと思いながら心がけてました。そうでしたか、はい、はい、とっても素敵な作品でしたよね。伺わせていただきます、はい、主演の小森さん、はい、はい、
ジョイイーツの配達員のあの姿がとても印象に残っているんですけれども、はい、よくありがとうございます、はい、実際に渋谷の街を自転車で走り回ったということなんですけれども、はい、撮影大変じゃなかったですか？大変でしたね。自転車 の, その前輪のところにカメラ1台つけてとりあえず回ってきてくれって言われた時は嘘だろうと思ったんですけどでもなんかあの絵が逆にこう久保監督のこう躍動感だったりとか絵の感じで自分もなんかこう一人でやっぱ走らされるってなるとやっぱ OS との会話だったのでなんか耳の中であの返ってくる声に対してなんか街中で反応するみたいなのはまあなんか今後の未来でまああり得る未来なのかなとかなんかちょっとイメージも膨らんで大変で、あと結構いろんな人にこの間小森くんなんかウーバーイーツみたいな格好で走ってたよねっていうのはすごいいろんな方に言われたんですけど、なんかその恥ずかしさもありながらもやっぱそれぐらい日常にやっぱ溶け込んでる役みたいなのをやらせていただいたのはなんかすごい個人的には嬉しかったですね。意外にも目撃情報多かったんですね。多かったですね。なんかよく仕事でこう絡んでるスタッフの方とかに、この間あれ何のロケで自転車渋谷の街走ってたんですかみたいな、通勤時間にやらせていただいたので通勤中に見ましたみたいなのも結構言っていただいて。そうでしたか。こうなるとやっぱり久保監督に伺いたいのが役をって思ったのかなっていうところが気になるんですけれども、久保監督いかがでしょう。そうですね、 なぜジョイあの配達にしたのかはまあでも隼人とねいろいろシナリオ、ね、コロナで撮影が延期してもともと撮ろうとしてたものが撮れなくなって、で、まあ、半年後ぐらいにもう一回撮影の機会が来て、でもともとすごいいっぱいアイデア考えてて、はい、その中の2つぐらいに絞って、でちょっと隼人と、まあ、直接話して、こういう物語とこういう物語があるけど、まあ、今回どうしようねみたいな、この曲から発するものをどうしようねみたいな感じでやって、まあ、今 のやつを選んでもらったみたいな。もう一つすごいコメディだったんですけど、ちょっと SF なコメディだったんですけど、今回、まあ、見たことのないハートをなんか、ね、一緒に表現できればなっていう感じ で、なんか一緒に話し合って作ったようなイメージですね、はい、そうだったんですね、はい、小森さんご自身で選ばれた部分も。そうですね、僕が A 案でいきたいですって言ったら、監督もなんかそのこの A 案で今までないハートの表情を撮りたいと思ってたから、これでいこうみたいな、そういう感じで今回この作品が決まった感じですね。あ、じゃあそのあたりの意思の疎通はもうバッチリだったんですね。いや、もうバッチリでしたね。そう、なんか2人でなんか撮りたいものみたいなものの、まあ、話さずとも多分こういうことですよねみたいな、なんかビジョンは一緒だったのかなっていうのはそこで感じましたね、はい、でもそれがこの映画の躍動感につながったのかもしれませんね。はい、そう感じます。はい、どうもありがとうございます。主演の中塚さん、はい、はい、お腹が大きくなる特殊メイクでしたが、はい、いかがでしたか？そうですね、まあ、最初のシーンはすごい軽いやつだったんですけど、後半に行くにつれて結構重たいやつになってって、結構もう腰とかも痛くなっちゃって、撮影中ずっとつけてたんで、もう本当立つのもしんどいぐらいだったんですけど、それつけて改めてこれ妊婦さんめっちゃ大変だなと思って、ちょ妊婦さん街であったら優しくしようってすごい思いました。あれは実際にこう取り付けるのには時間がかかったりとかするものなんですか？あれは全然もう腹巻きみたいな感じで、くっつけたらすぐつけれるんで、全然装着は簡単でしたね。ただまあ外して取ってということを繰り返すわけにもいかず。そうですね、もう撮影中はずっとつけっぱなしでやらせていただきました。じゃあもう本当に主人公の気持ちがよく分かったんじゃないですか。そうですね、合間の時間も凌介もずっとこう何なんですかこれみたいなことをずっと言ってたんですけど、本当僕自身もなんだこれはっていう感じでずっとやらせていただきましたね。そうだったんですね、はい、本当にこの男性の方も一緒に妊娠してしまうという設定が非常にユニークなんですけれども、あまりこう真面目に、捉えてられるとまた困る話なんですけれども、まあ、満月っていう小竹さんの、曲のキーワード、歌詞のキーワードから、まあ、月から大きなお腹を連想していって、で、まあ、女性がその怨念を果たすために男に何をしたら一番男が辛いかなと、しかも、まあ、中塚君がすごく真面目な、好青年なタイプだったので、まあ、どうしたらこの人がの真面目さが面白く見えるかなと思った時にお腹を膨らませてみようというような発想に至りました。あと当時、まあ、ちょっと奥さんが妊娠してたこともあって、パッと思いついたのかもしれないですね、はい、
そうだったんですね、はい、でも実際撮影でも結構困ることが多かったので、もうそれはあの監督の何ていうんですか、狙い通りだったのなんですごい今すごい感じましたね、はい、あとあんま演技経験ないんですけど、後半のあの出産のシーンとかアドリブでっていうのを監督に言っていただいて、結構長回しでしたよね、あれ。それがすごいどういうことと思って、アドリブとか全然わかんないですし、やり方最初だから、あのドライっていうそのリハーサルの時にやったら、監督がそのそんなに名前呼ばなくていいからって、僕ずっとタミさんタミさんタミさんってずっと叫んでたんですよ出産とか見たことないんでわからなかったんです。とりあえず名前を叫ぶっていうのやったんですけど、監督にそんな名前呼ばなくていいって言われて、すごいそこは結構初めてぐらい結構なんていうんですか、こう入り込みましたね、そこで。はい、そうでどうしたらいいかなと思って、はい、いやでもそのこうね、ドギマギしているところがしっかりとこう伝わってくるシーンでしたよね、うん、そうです。まあこうどうしたらいいかわからないっていうのをそのまま表現するのがいいのかなっていう答えにたどり着いて、もうわからないままもうストレートにそのまま表現させていただきました。そうでしたか、はい、とってもございます。主演そして主題歌を担当されました片寄さん、はい、はい、あの流暢な英語のセリフがとても印象に残っているんですけれども、撮影中大変だったことはどんなことでしたでしょう。大変だったこと、そうですね、あのでも英語のセリフ自体はすごくあの練習して準備していったので、あのそこまでこう困ることっていう感じではなかったんですけれども、なんか関西弁と英語のなんか、あ、言いたいことをこう先に言う感じというか、そこがすごい親和性があって、そういった発見もあって面白かったなっていうのが印象的でした。やっぱ大変だったっていうのは、やっぱり最後の結構激高するシーンが、あそこだけすごいマリコさんに何度も何度も絞られたなっていう感じが印象的でした、はい、大阪弁と英語ってこう感情を乗せて話す感じってありますもんね。そうですね、なんか感情の乗せ方とかがすごい近いなっていうのがいい発見でした、はい、うん、そうでしたか。それともこんなにも早くコロナ禍の世界を描こうと思ったのはどういったところからだったんでしょうか。あ、まあ、撮影の時期がその時期だったっていうのもあるんですけど、あのですね、そこでこの舞台で、ましてやそのちょうどどうなるかわからないタイミングだったんで、アメリカと東京でっていう撮影になりました。そうだったんですね、なるほど。片寄さんはいかがですか、はい、このコロナ禍をまさに今を描いている部分も大きい作品だったのではないかと思うんですけれども、どんなご印象でした。やっぱり最初はそんなコロナがこんな風になるっていう風にも思っていないところでのスタートだったので、結構台本ももともとあったものありましたもんね、なんか英語だけど、はい、最初はその僕がシカゴに行く程で書かれた台本があって、ただなんかその2人がコロナでこういう風になったっていう風に話がつながっていたので、なんかある意味ちょっとそのキャラクター的な部分はより深く読めて、あの今回の撮影に臨めたっていうのはすごい良かったなっていうふうに今考えると思いますね。そうなんですね、はい、主演の関口さん、はい、はい、あの本日残念ながら新庄監督がスケジュールが合わず登壇することが叶いませんでしたけれども、新庄監督といえばもうラブストーリーですとか胸キュンな作品をたくさん手掛けていらっしゃる方ですが、はい、参加してみていかがでした。そうですね、あの本当に新庄監督といえばこうラブストーリーをこう手掛けられるのれるのがすごく素晴らしい方で、まあ、メンバーの亮太とか、アラン君とかも以前に新庄監督と映画を撮られていて、その時の作品というのが僕もすごい好き でその時は学生の物語だったんですね。青春の中でそれ恋愛をしていくみたいな、僕ずっと学生で青春キレイキレイ映画に出たいってずっと言ってきて、でそのタイミングで新庄監督とこう映画が撮れるということで、よしと、ついに学生来た、ついに恋愛キラキラ来た、青春期来たぞと思ったんですけど、またそれはまた別の形のストーリー展開で、青木というちょっと悲しい過去を背負った人の役柄ではあったんですけれども、その中でもすごく何でしょう、大人なというか、少しこう、キュンとするようなストーリーだったので、すごく僕自身も演じる中ですごい勉強になったこともたくさんありますし、なんかよりなんか今まで
やってきた自分のこうキャラとかからはまた離れた役柄だったので、すごく素敵な経験になりましたし、本当に新庄監督とこうやって作品が作れてすごく嬉しい気持ちいっぱいです、はい、大人の胸キュンストーリーといった感じでしたよね。そうですね、はい、素敵でしたよね。ご自身の歌う楽曲から生まれた物語、ご覧になっていかがでしたでしょうか。はい、そうですね、作品の完成よりも先に歌入れがあったんですけど、サビの中で指輪というフレーズが2回出てくるんですけど、なんか指輪がかなりキーワードになるのかなとかいろんな想像をしながらだったので、作品見た時に最初指輪を思い切って投げようとするシーンがあったりとかした時に、こういうことかとこう答え合わせができた感じで、はい、面白かったですね。そうなんですね。ぜひですね、笠原さん的おすすめンディーなシーンを教えていただけたらなと。おすすめンディー、お願いします。おすすめンディーか、やっぱキュンとくる場所で言うと、やっぱ抱きしめ合うシーンなんじゃないですか、うん、あそことかなんかメンさんってやっぱ力加減知らないゴリラなんですよだって結構ツッコミが痛くて結構イラッとすることとか今まであったんですけど相手女性だしなみたいな、こうきつくこう抱きしめすぎてぽっくりみたいなことはなかったのかなっていうのをちょっと聞きたいなとは、はい、大丈夫でした。相手の女優の方は背骨とか、はい、優しく抱きしめにしたので大丈夫。ああ、なるほどなるほど。それ聞けてなおさらちょっともう一回見てみたいなと思いました、ね、よろしくお願いします。池口さん的には今のおすすめンディーなシーンは大丈夫でしたか。一応おすすめンディーですね、はい、ありがとうございます、はい、ぜひ皆様にもまた改めてじっくりご覧いただければと思います、はい、11月21日に9周年を迎えまして10年目に突入いたしました。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ここで監督を代表しまして、佐渡監督より綺麗な花や。あら、すいません。ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。恐れ入ります。では、いただいてお願いします。間にちゃんと映っている、ね、ちょっと映りたいな、それちゃんと爪痕残して大丈夫でしょうか。オフィシャルさん、OK ですか。あら、これサプライズなんて泣くとこじゃないですか。はい、どうもありがとうございます。じゃあ、ありがとうございます。あ、どうぞ。泣いてんの。はい、位置にお戻りいただきまして。感動した、泣いちゃった。白浜さん、すいません、言葉ないこれラモスさんの言い方。ラモスさんの言葉。ラモスさん、本当言葉ない、言葉ない。ついに10年目突入したわけなんですけれども、ぜひ一言お願いできますか。はい、そうですね、はい、言葉ないじゃないよ言葉あります。まあ9年前に、ね、デビューして本当にまあすごく詰まってて、あっという間だなっていうのがすごく本音であって、でもなんかまだまだ僕らって成長できると思いますし、どん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 可能性を広げていけるようなグループだと思うので、今後もね、それぞれが、まあ、このプロジェクト自体も新たな挑戦ですし、7人一丸となって挑戦していきたいですし、挑戦し続ける各メンバーであってほしいなと僕自身も思っているので、これからも、温かく見守ってもらえると嬉しいです。ありがとうございます。はい、改めまして9周年おめでとうございます。ますますのご活躍楽しみにしております。今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ご視聴いただければと思います。はい、本日はご来場いただきありがとうございました。まあ、今回ショートフィルムということで、まあ全部通して見てみると、あの続きはどうなってるんだろうとか、もう一回あそこ見返してみるといろんな考察ができるなとか、ショートフィルムって本当に短いからこそいろんな良さが詰まってる作品だと、思っています。ぜひ何度も何度も劇場に足を運んでこの作品を見てもらえると嬉しいです。本日は本当にありがとうございました。